DS97000 シリーズとは、富士通と PFU が共同開発、販売していた独自仕様のユニックスサーバー、ワークステーションである。1991年9月に発表され、CPU にはスパークプロセッサを搭載、OS はユニックスシステム V リリース4ベースの独自 OS、XP、DS を採用した。1997年に販売終了。 富士通の子会社、英国のコンピュータベンダー ICL 社は、スパークチップを採用した独自仕様のユーズ DRS7000 を開発していたが、このアーキテクチャをベースに、富士通が開発したオープンサーバーが DS97000 シリーズである。サーバーモデルとワークステーションモデルの2ラインがある。CPU は、スパークを使用しているが、3マイクロシステムズのアーキテクチャではない独自の、 仕様であり、富士通が独自開発したユニックスシステム V リリース4互換ロックスプ DSOS としている。システムロムやシステムバスその他互換性がないためソラリスを利用することはできなかった。しかし実際には2世代目以降の機種にはソラリスをインストールするための裏技が存在した。またアプリケーションに提供するインターフェースレベルで サンスからの移植を容易にするために、好きさ互換の好きさ等が存在した。ワークステーションモデル用の S、バス、グラフィックカードは3種類で、中間モデルには、ウェイテックのパワー9000が搭載されていた。A ファミリーや FMG シリーズなどのオフコンからのソフトウェア移植を意識した業務アプリケーション、ミドルウェアドライバユーティリティが用意されていた。ウルトラスパークモデル以降は、 グランパワー 7000D シリーズというブランドで販売された。オフコンからオープンソリューションへの移行を安価に行うには良いソリューションであったが、オフコン移行用のライブラリー群の存在が逆に他のオープンソリューションとの親和性を害していたこと、他社製の有力なソフトウェアの対応が少なかったことなどのため、オフコン系からの移行以外の場面ではオープンソリューションとの親和性の高い S ファミリーのが 採用される率が高かった。その後、3社のスパークアーキテクチャとハードウェアソフトウェアともに完全互換を持つプライムパワーシリーズの開発、販売を開始し、2004年3月末日をもって DS90 シリーズは新規販売を収束した。大まかに分けると次のように分類できる。1991年9月発表。ベムバスを採用したモデル。OS は XP DSV10L10。1991年9月発表。S バスを採用したモデル。3の S バスカードの一部が利用できた。OS は、XP DSV10L10。デスクトップモデルの開発コードネームは、ルーク、ラップトップモデルの愛称は、レイヤであり、スターウォーズの登場人物より取られている。1995年5月発表。 CPU をスパースパークにアップデートしたモデル。OS はクスプ、DSV20 リットル10。フォールトトレラントを目標に開発が開始されたが、一般市販品では実現されなかった。すでに告知していた一部顧客の要望により特注で、フォールトトレラントモデルが開発された。1995年5月発表。CPU をハイパースパークにアップデートしたモデル。 OS はクスプ・ DSV20L10。デスクトップモデルでは S ファミリーの筐体を、タワーモデルでは K シリーズの色違い筐体を使用していた。ネトガヤという名前でパッケージソフトをプリインストールしたモデルも発売された。CPU はウルトラスパークを搭載。OS はクスプ・ DSV30L10。拡張バスは p c i バスおよび s バスを採用。システムロムの非互換のため、そのままではソラリスは稼働しない。世界的に見たバーエクスプ、DS のマーケット規模は小さく、ソラリース並みの最適化はコスト的に不可能であった。事実、二代目サーバーモデルで、ほぼ同じ構成の S ファミリーとトランザクション毎秒の比較で数十倍の差がついてしまっていた。このため、 オフコンディプレイス用の低性能マシンとの風評が定着してしまった。このモデルでその差を埋めようと、あらゆる努力がなされた結果、それなりの成果は上がり、トランザクション毎秒の比較ではほぼ追いついた。しかし依然として、クスプ、DS の最適化がボトルネックとなり突出した評価は得られなかった。このモデルをベースとし、システムロムを変更したソラリスサーバが GP7000。 そして試験的に、米国で販売されていた。システムコントローラとメモリの最適化により高い性能を発揮して、米国市場で高い評価を得た。DS シリーズの風評や OS の最適化能力不足などにより、クスプ、DS での継続が難しくなり GP7000 を強化発展させる形で、ソラリース互換機のプライムパワーが誕生することとなった。ありがとうございます。